このパーティーで戦ったのが14戦で12勝なんですよね。ということで、だいたい計算すると勝率 86%。はい、どうも、高木さんちの今日のご飯へようこそ、高木です。はい、ということで、本日もグラクロやっていきたいと思います。今日さ、夏を感じた瞬間があってさ、それも今年一番。てか最近さ、毎年さ、まあ、夏を感じることがあんまりなくって、で、今日ふと数年ぶりに、あ、この瞬間夏だっていう瞬間があって、それがさ、今日行ったのが、なんかね、11時オープンのラーメン屋さんなんやけど、10時40分ぐらいに着いたのかな？なんかね、めちゃめちゃ行列になるのよ。だから20分前に着いて、3番目ぐらいに着いたんだけど、ベンチが、置いてあって、そのベンチにちょうど日陰になってたから座ってボケーっと20分待ってたんやけど、その瞬間めっちゃいい風吹いてきて、あー夏だなって感じました。それがね、ここ数年で一番夏を感じた瞬間でございました。やばくない？全然夏満喫してないよ。ってことで、本日も喧嘩祭り行ってみよう。はい、ということで本日こちら女神パーティー使っていこうと思います。マエルでキュータルの方ね。で、キューサリエル。で、トリスタンと。こんな感じになっております。コストがね、真ん中二人がめちゃめちゃ低いんよね。500、500と。ただね、今回ね、マジで、キュータルがバリバリいい働きをしてくれるっていうことで、なんと、回避飯じゃないんですよ。防御力。防御飯。もう、ね、頭ぶっ壊れてる。今ね、このパーティーで7連勝か8連勝やってるから、このままね、連勝記録がどこまで伸びていくのか、やっていきたいと思います。レッツゴー！それでは対戦よろしくお願いいたします。お、不明パーティー！ほんのちょっと勝った。ここあれかな？ここシンタルかな？やっぱり。回避飯警戒の黒点つけとく？何かしら？何かしら？これで全体のステータスアップ。黒点もつける。よしよしよし。おー、ヒーロちゃん。もう全然ダメージ食らわんからな。そう、意外とね、ティュールに相性が良くて、ティュールのダメージでもこんだけね、しか食らわんっていうのはマジで強いと思うよ。そうだな、まあこれでティュールをぶっ倒していくか。何かしら。タルミエルさんマジで優秀。よいしょ。軽い軽い。怖くない怖くない。あ、意外とダメージ食らった。あ、マエル。悲しい。我は悲しい気持ちになった。そうだな。マエル。え、どうだろう、サーリエルで落とせるかな、これ。何かしら。あ、素晴らしい。オッケー。やべえ、マエルの札ばっかり。絶対あれやん、フーラしてくるやん、ラムちゃんフーラしてくるやん。感染からのフーラ来た。もう攻撃手段がないのよ。いい感じする。くそ。何かしら。マーリンさんのね、必殺ではちょっとね、落ちきらんのじゃないかな。優しくはできないわ。破裂で必殺。なるほど。ついに終わりの時が来たようだ。これだと大丈夫。ほら素晴らしい。じゃあマイル反撃の時間だ。よいしょ。対戦ありがとうございました。私の勝ち。強い。タルミエルさんマジで強い。いや、タルミエルいたら絶対順位漏れるよ、これ。かなり、まあ、確かにマジンは強いけど、なんとかなる気すんだよね。それでは対戦よろしくお願いいたします。人間パ、よし。人間パはまあ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 、ロキシーからぶっ倒しましょう、さすがに。
お、いい顔してる。そうそう、ノキシいるとね、6万確定でクリティカル入ったら食らっちゃうから結構しんどいよね。まあ、直文構えて S か S かみたいな感じかな。お、そしてどこに殴ってくる？サリエル。うおー、いいねいいね。そうだな、必殺減らしがないといいな。何かしら。よし、これで必殺な減らしがありませんように。流星盾、クレイジープロミネンス、カッチカチやで、カッチカチやで。よし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 、モルタで駆動。対戦ありがとうございました。それでは対戦よろしくお願いいたします。お、上取ってくる。あー、でもアーサー構えられるとしんどいな。シャン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 、いたった。あ、でもまだまだ全然回復してくし。ちなみにシンタルはどこについているんだいと。あー、アーサーさんですね。こうやってこうやって全体につけていこう。何かしら。よしよし、クリティカルクリティカル、よいしょ、黒点黒点と。シャンシャンシャン、アーサー構えるなよ、アーサー構えるなよ、アーサー構えるなよ。全然下ってないよ。よいしょ、よく耐えた。アーサーさえ構えなければこうしてここぶん殴って、いや、いける。オッケー、オッケー、減らす。頼む頼む頼む。ああ、惜しい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 。いい顔してる。もうちょっとなんやけどな。え、めっちゃエスカ札あるやん。さすがにこれ解けるぞ、エスカやば。うわ、痛い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 。16万。うわ、いや、さすがに3連チャンはやばいって。ただただこれはエスカ落ちたでしょ、さすがに。いけ。うわ、楽しいな。頼む。素晴らしい金札、素晴らしい金札。サリエルやりゃできるやん。お前、サリエルはできる子。私が守る、私が守る。シャン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 。サリエル単体はやめて。必ず勝ってみせる。あ、必殺ヘラしかこれ。ただね、重なるんですよ。ごめんねごめんね。まずアーサーは別に、ここを全力で落としに行く。覚悟してください。ゲッチョ。君が死ぬまで僕を存分に楽しませ。久々に聞いたこの必殺技。おお、倒しきれてないだと。よいしょ、イエスイエスイエス。人間パもちょちょいのちょいよと。大変ありがとうございました。それでは対戦よろしくお願いいたします。おお、めっちゃ等級高いやん。やっぱ人間パーティー多いね今回。魔人族と同じぐらい多いんちゃう。構える。全体、なるほど、貝姫氏警戒でございますな、これは。じゃったらうちも構えの黒点をつけるか。いや、クリティカルで全体上げてこう。いい顔してる。にゃあ、エスカ2枚えぐい。ここここを耐えろ。いやー、さささささささ、硬いぞ、マジで硬いぞ。これはこれはこれは、よっしゃー、これが女神の硬さや。いやー、マイル必殺ためちゃえ。これでアーサーをぶちのめせぶちのめせぶちのめした。素晴らしい。よっしゃ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 、来たぞ。これはこれは来たんじゃないか。2人必殺たまったぞ。おい、さあどうするんだい。あ、これはね、
これはだね、もろたやで、もろたやで、どん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 女神たちはステータスがえぐくなってくよと。ウェイ、これですら余裕で耐えてくよと。対戦ありがとうございました。めっちゃ強い。いや女神パ強いでこれ。ということで今この戦績が32戦20勝なんですけど、このパーティーで戦ったのが14戦で12勝なんですよね。その前ね、ちょっとねネタパを使ってたら全然勝てなくてマジでびっくりしたんやけど。ということでだいたい計算すると勝率 86%。 おすげえ、このパーティー強っ。多分ねこのままいけばね上位 5% とかもいけるんじゃないかと思っておりまするでございます。ちょっとねしばらくはこのパーティーでやっていこうと思います。ということで、もしよかったらこのパーティーね、そこまでねキュータルとかキューサリエルやし、マイルさえ持ってれば、あとはまあトリスタン、ここさえ両端さえね持ってればね、なんてことのないパーティーなんで、割と難易度も優しいんではないでしょうか。ということで本日の動画いかがだったでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。